メーベル・グリアーズ・トイ・ショップはロンドンで結成されたイングランドのプログレッシブ・ロック・バンドであり、1966年から1968年にかけて活動し、ロック・バンドであるイエスの前身となった。彼らの音楽はサイケデリック、アメリカン・ブルース、クラシックに影響を受けたアレンジと詩的な歌詞の組み合わせによって特徴を付けられた。メンバーにはクリス・スクワやピーター・バンクス、 クライブベイリー、ロバート・ハガー、そして後に、ジョン・アンダーソンが含まれていた。バンドは2014年に、オリジナルメンバーである歌手で、ギタリストのクライブベイリー、ドラマーのロバート・ハガー、ヒューゴ・バーレ、トニー・ケイ、ビリー・シャーウッドによって、再結成された。メーベル・グリアーズ・トイ・ショップは、作曲家にして、ギタリストで、ボーカリストのクライブベイリー、ドラマーのロバート・ハガー、 ベーシストのポール・ラトリッチによって1966年に結成された。ハガーはかつてザシンのオーディションを受けた際、そのベーシストであるクリス・スクワイアと出会っていた。ザシンが1967年に解散し、スクワイアはメイベル・グリアーズ・トイ・ショップに参加するよう依頼された。ザシンに在籍していたピーター・バンクスもその後すぐに参加した。1968年初め、 ジョン・アンダーソンが双方のナイトクラブでスクワイアと顔を合わせた後バンドに加わった。メイベル・グリアーズ・トイ・ショップはマーキー、エレクトリック・ガーデン、UFO、ハプニング44などロンドンのクラブやロンドン周辺の大学で演奏していた。この間にバンドはロンドンのミドルアースクラブにて影響力のある BBC ラジオの DJ であったジョン・ピールと出会い、 リールのラジオ番組であるトップギアとナイトライドのためにいくつかの曲を録音した。そのうちの数曲はバンクスがリリースしたコンピレーションアルバムザルーツオブイエスに収録され、その中にはその後のバージョンが最初のイエスのアルバムであるイエスファーストアルバムで登場するビヨンドビフォーも含まれている。メイベル・グリアーズ・トイショップは MCA レコードのプロデューサーである。 マイク・リアンダーとのデモレコーディングセッションも行っている。名前をイエスに変更する前のメーベル・グリアーズ、トイショップ最後のギグの一つは、1968年5月に、ロンドンのハイゲートで行われた。イエスの2005年発表のボックスセット、ライブイヤーズのカバーに記載されているラインナップは、スクワイア、ジョン・アンダーソン、バンクス、ベイリー、ハガーであった。 ビル・ブルー・フォードは1968年6月に、ハガーと交代で加入し、トニー・ケイはキーボードでバンドに参加した。その後、バンクスの提案に従って、メーベル・グリアーズ・トイ・ショップは自分たちの名前をイエスへと変更することとなった。ベイリーは1968年後半にメーベル・グリアーズ・トイ・ショップを脱退している。バンドは2014年に、ベイリー、ハガー、バーレ、 K, そしてイエスのプロデューサー兼ベースのビリー・シャー・ウッドというメンバーで再結成された。アルバム New A of Life が2015年にリリースされ、そこには新しい音楽とベイリーとスクワイアによって1967年と1968年に書かれた数曲が含まれていた。アルバムザ・シークレットは2017年12月8日にリリースされた。 ピーター・バンクスのギターワークがフィーチャーされており、彼に敬意を表して録音された、ザ・シークレットという曲を収録している。ありがとうございます。